はい、皆さんこんにちは、直脇です。今回は東京は五反田にあるクラブに行ってきました。めちゃくちゃ良かったです。今回は一人で行ってきたので、僕はナレーションで映像とともに、紹介していきたいと思います。それでは五反田に行ってみましょう。五反田駅に着きました。東口です。いやー、栄えてますね。駅の東口にある有楽街に入って、最初の交差点を左に曲がります。左に曲がった通りがこちらで、そこからすぐのところに本日お邪魔するレイモンさんがあります。クラブバーと書いてありますが、ランチもやってるそうです。クラブバーはノーチャージでフリー Wi-Fi 完備です。それでは早速中に入ってみたいと思います。ちなみに今日は僕の友人がやっている BPM という出演 DJ が全て女性のイベントです。フロアは地下にあります。すでに何人かいらっしゃるようですね。はい、見えてきました、見えてきました。雰囲気がめちゃくちゃいいですね。改めまして、入って右側にバーカウンターがありまして、その先に DJ ブースがあります。反対側から見るとこんな感じになります。これ見たらわかるんですけど、座るスペースがたくさんあるので、音楽を聴きながらゆっくりまったりと過ごすことができます。これ反対側もあるので本当にたくさんあっていいですね。僕がいつもチェックするスピーカーなんですけど、全部で4つありました。音質はいいですね。もちろんドリンクも充実してます。僕はスタッフさんのオリジナルカクテルをいただきました。めちゃ美味しかったです。はい、こちらが店長のイケメン達也さん、そして看板娘のあやさん。このポーズが何なのか気になりますね。そしてオーナーの元さんです。これ写真だと思ってずっと見ちゃってるやつですね。とても陽気で優しい方です。はい、それでは最後に本日のイベント BPM のムービーを少し作ったので、その様子をご覧ください。